最近ね僕は思ったことでね、はい、これ僕いつもね思ってたのが、はい、美容院行くでしょ、はい、でこうやってこう洗いますよね、はい、でシャンプーで痒いとこございますか、分かんのよ、痒いとこ分かるから、はい、でこう流したれるでしょ、はい、で温度はいいですかって、それも分かるわけ、温度も、はい、熱いですかぬるいとか、はい、で最後に流し足りないところありますかって、はい、毎回聞かれるのよでね僕は分かんないわけだから、いつも気を使ってあ別にないですっていうの。でもこの間ね思い切って聞いてみたの、はいはい、僕はなりないけど、その質問で流し足りないとこありますっていう人いるんですかって言ったら、あの敏感な方はもう少し襟足を流してくださいとか感じる人いるみたいですよって言って、聞いてよかったと思って。だからあれはマニュアルじゃなくて本当にちゃんと言う人もいるってことなんですよ。だから鋭い人いるわけですよ、この皮膚の感覚とか。だから自分の常識でね物を考えちゃダメだなって改めて思った。いや分かんないじゃないですか、ここがヌルヌルしてる。いや俺らは分かんないけど分かる人もいるんだって。いるんですか。そうだから美容師さん何人も何人もやってるじゃないですか、はい、中にはいらっしゃるって言うんですよ。へえ。だからこうやった時に皮膚にその人の、あの指と自分の皮膚の間になんかヌルを感じるんじゃないですか。はあ、うん。それから僕ね、はい、助かったお話ね、はい、僕ちょっとあの用があって、まあ、あるところに行くんでね、こう調べたら秋葉原から歩いて4分、はい、線路沿いなんですよ、はい、で外神田1丁目なんですよ、はい、お、はい、よしよかったっつって、はい、秋葉原降りてこう携帯のパッと見て、はい、あ線路沿いだ、おこっちだっつって線路があるから線路沿い歩いてったんですね、はい、歩いて4分なのに15分ぐらい歩いたんですよ疲れあれ疲れなと思ってパッて見たら外神田4丁目なんですよ、あ、はい、え3つも違うぞとこれは参ったなと思ってどうしようと思ってふって見たら消防署があったんですよ、はい、消防の方が出てきたから、はい、すいませんってどうしましたって言うから、はい、すいません外神田1丁目行きたいんですけどもどうしたらいいですかね、ああここ4丁目ですからねちょっと中入ってくださいって。消防署ってほら一軒一軒行かなきゃいけないじゃないですか、救急車とか、あの要するに火事があったとか、はい、そうですね、こんなでっかいね地図がね貼ってあるの、だからね道路の太さがこのくらいで見えるんですよ、はい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 、ここってで今ね今ここにいらっしゃいますからそこを出てここを曲がるとちょっとバーッと 秋葉原の駅がこのくらいでっかく書いてあるわけそれでガードありますかそこくぐってこぶちゃだったらこう言ってでこっちの線路あったんですよ、はいはい、で俺違う線路来ちゃったそれでその方の指示通り行ったらすぐ着きましたあそうですだから消防署ってあれだけの把握をしているんだなっての改めてあじゃあ安心したことですね逆にそうだから消防署があれば道聞けばいいわ交番も教えてくれるんですけども、はい、交番はあの、まあ、このくらいの大きさで教えてくれますけど、はいはい、まあ消防署はそれのもう何倍もの大きさ消防署行きましたよねあったからもうこれ消防署なら知ってんだろうと思ったんですよ。あはいはい、まあ、あっちこっち行かなきゃいけない。そうそうそう、まあ、うちの親父が消防官だったんでね、親しみがあったんですよ消防署に。だって救ってくれんだから。そうですよね、命を変えるんです自分の。いざって時にね、火事の時とかね、それから僕も救急車乗りましたよ、あの、尿路結石の時のたうち回って動けなかったからね。あ、救急車の救急車呼びました、とうとうあの行きつけのお医者さんのとこ行って、はいはい、そこはタクシーでたどり着いたんですけども、はい、もうそこからはもう歩けなくなっちゃって、救急車呼んでいただいて、はいはい、で行きまして、それからね、あのそういうね、熱中症の人とかも救急車でね頑張ってやってくれてるじゃないですか。だから親切な人多いですよね。あとね、この間ねちょっと魚定食食べたいなと思って、はい、い行きつけのね、ところに行ってね、はい、アジフライも食いたいな、どうしようかな、何しようかなって言ったら、ニューメニューで鮭の西京焼きみたいなのあったんですよ。あ、これいいなと思って、はい、でこっちにアジフライも、まあでも今日は西京のね、西京焼きを買おうかなっつって、はい、で店内って選んで、はい、で真ん中にあったから、はい、西京焼きって、あこれだこれだって言ってバッと押して、で お金入れて、はい、でご飯少なめにして、あのブー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 ってね、あのなるやつよね、はい、あれを持って、ね、そうあれ持ってこうやってこっちでグキ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 
西京焼きがあって、はい、アジフライが1個ここに乗ってたんですよ。はあ、って次行って確認したら、西京焼きっていうのは一番左なんですよね、定食で。俺が選んだのは1個アジフライ付きってやつを知らないで選んでた、はあ、だから俺、これ頼んだのと思ってあ、多分俺押し間違えたんだなと。それで、あ、こんな食えるかなと思いながら、はい、食ったらめっちゃうまくて、はい、こっちに西京焼きにカキフライ付きってなったんで、次はカキフライ付きを押して食べました、はい、今度はちゃんと確認して食べるだったの。俺あの時の顔撮ってた、欲しかったね俺あの、はいどうぞって言ってさ、あ、どうもどうもって来て、え8ぐらいついてるなんでこれまあいいやと思って、嫌いじゃないし悩んでたぐらいです、うん、アジフライも食えちゃいました、腹減ってたんで腹減ってたんで、よーく見なきゃダメですね。俺はもうせっかちだからさ、もう西京焼きがこう写真載ってるから、あ、これだパーンっておっしゃった。だから多分ね、アジフライとカキフライもあるんじゃないかなと思ってね。だからカキフライを押せば、はい、アジフライ1個付きもあるかなとかね。ああ、今度ちょっといろいろやってみようかと思って俺ね、ちょっと失敗したのがね、はい、てんや行ったんですよ。あ、はい、でてんや行って、はい、こう選んで、はい、ご飯少なめで、はい、通だけでお願いしますって言ったら、はい、ご飯少なめじゃないですか、はい、だからいっぱいかけてくれたから、はい、ご飯がべっちょべちょになっちゃうであれね、タレが置いてあるんですよ。あ、なんならもうだから普通に頼んで、自分で足したければこうちょっと足せばいいんですよ。自分でちょい足しできるんです、ね、そうなんですよ。あれちょっと失敗しました。ちょっと濃かったですね。あ、美味しいけど、あの甘くて、あのタレ好きなんですよね美味しいですもんね。そうそう、だから最近はもうつゆだくは言わないで、ご飯少なめって言ってあとこうかかってないとこだけチッチッとかチッチッそうで、ご飯は、まあ、軽くしみるぐらいがいいですね。はい、ええ、